はい、じゃあ本村さんに来ていただきました。どうもお願いします。お願いします。このナックルズ TV。 愛車かなり目立ちますね、はい、黄色で。そうですね、黄色で、まあ、今日靴も黄色なんですけどね。そう、揃ってる。黄色とオレンジで偶然なんすけど、偶然なんすけど、ね、偶然なんですか。おしゃれなんですよ。おしゃれ。はい、こちらの車、あの、はい、車種は何ですか。車種は、スズキのキャリートラック63の、はい、ですね。ほとんどないですね。まあ、ライト周りもなんかね、アルトワークスのやつをそのまま入れてるんで、はい、そうなんですか。はい、そのまま移植してるんですか。入れて、はい、その分ちょっと前出して、はい、そんなにしてる、はい、この辺はもう完全にワンオフで作ってもらって、はい、なんかイメージしてるものってあるんですか。スポーティーな感じ。もともと走り屋とかしてたんで、ドリフトとかしてたんですよ。でたどり着いたらこれ軽トラについてしまったんですけど。なんでドリフトで行き着くとこれになるんですか。なんか全然やっぱ深いっすよ。もともとバーニング乗ってオーディオとかやったりとかしとったんですけど、なんか気づいたら、まあ、子供も手離れて、はいはい、軽トラたまたま買って、はい、気づいたらまあどんどんちっちゃくちっちゃく、違う、体大きいなんですけどね。ナックルズ TV。 ちょっとあのこだわりの改造を、はい、これ一番のこだわりは、はい、やっぱこのスライドするんですよ。これ普通ドアが開くとここにこうあれあるじゃないですか、うん、これがね開けたらねスライドしてこのこのあれが、これが珍しいですね。本来なここねちょっと多分他の車見たら分かると思うんですけどね、あれが、はい、これは珍しい。なんでこういうまたこのラインを崩したくなかったんです。なるほど、はい、すごい、めちゃめちゃこだわり。これってこれ作るのになんか何回も調整したりまあまあまあしたらしいですね。こだわりでやってもらったんで、サイドのライン美しい。そうそう、これがもう純正の、こっちの隣だった純正のラインを同じでそのまま膨らました感じで、純正のこのキャリーの形を崩したくないっていう。ですね、やっぱ素材をいかに生かすかがね。素材が大事なんですね。元の、うん、まあでもなんか実際確かにちょっと早そうだ、ね、早そうでしょ、うん、だからこの後ろのこの羽も、うん、あのベルサイドの80スープラのをそのままスムージングしてつけてもらって、いやもうスポーツカーみたいな、うん、こう後ろのリアバンパーはあのクールレーシングさんの、はい、あの30スープラ、あのプリウスの、プリウスの、はい、そう、そのまま入れとる。トラックじゃないじゃないですか。そうなんですか。すごい、ね、車、本当に車、なんかね、軽トラって言われないとわからない。わからないですよね、ここだけ見たら。そうだね、うん、後ろから見たらここね、めっちゃ速そう。そう、超速そう。そうそう、あとだからまあこれからね、ちょっとまたカスタム早く見せる。ここからさらにですか。まだちょっとね、あ、じゃあもうすでに構想は、ね、まあいろいろ考えては。椅子はまあ一応まあ散らかってますけど、ああああ、中は一応スペアタイヤとか積んだのに、ここは結構実用性重視の感じ。そうです。特徴的な、なんかロゴと言いますか、これはどういうイメージで、スカルと。スカルがなんか、なんでやろ、なんかチームがこの形なんで、もうこれですね、ずっと。あと、はい、でまあ、これあのこれエルグランドのテールなんですけどね。エルグランドが効きます、でこれが全部、まあ、リレーで加工してあるんですよ、これ、はいはい、流すんですけど、流しましょうか。いいですか。はい、流しましょうか。ちょっと流していただいていいですか。わかるかね。わかった。すごい。あ、そういうことね。あ、そういうことね。乗れるんですよ。床も結構広いですよね。結構広いですよ。
で、あとやっぱりなんか走り屋さんならではというか、なんかハンドルがしっかりしてるけど、で、あとまあね、これからメーターとかやってるからかっこいいかなと。すごい、なんかポップ、なんかすごい。天井までやってるんですね。天井も、はい。このこだわり、なんでオレンジと黄色にしたんですか。なんか好きですね。好きなんですか。その時から感じです。え、どれか。ナックルズ TV。 最後にちょっと、これあのこんだけいろいろ見せてもらったんですけど、これ公認なんですよね。そうそう、公認なんですよ。これで公認取ってるんで、もうナンバーも見せれないですけど、ちょっと1ナンバーなんで、これ、ね、高速料金は中型車と一緒です。あ、もう本当にそうですね。はい、普通に走れるんですね。走ってます。素晴らしい。はい、あんなこだわった1台です。そうだから好きですよね。こう見るだけでなく、ちゃんと走って走れる。はい、ありがとうございます、はい、な感じで。じゃあ、あの最後に、軽トラとは、軽トラとは、軽トラとは何でしょう。本気で楽しむ遊びですね。名言いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。おはようございます。お名前を教えていただけますか。キングファミリーの大塚です。どうも、どうも。よろしくお願いいたします。姫路に所属してます。ナックルズ TV。 今日一番ヤバい車が来てる。そうか、ヤバくないですか。一番金っていう、あの一番ヘタレの一番ということで。いやいや、ヤバいね。日の丸、なんかアーミーな感じ。これ、あのすいません、あのテーマは何なんでしょう。テーマはゼロ戦でお願いします。あ、やっぱりかっこいいね、渋いな。ね、すぐわかる。うん、うん、はい。車種は何ですか。これ、63のキャリートラックです。あれですね、ピカピカにするっていうよりかちょっとこう使用感。そうなんですね、こなして今ちょっとこなして、こうハゲで今日とこがなんかええかなって思って、ね、じゃあちょっと横ですか。すいません。はい、日の丸ゼロ戦ですね。でしょ、あそこもね。これ、そう、この絵、はい、これがまさにモチーフとなってる。もちそうですね。でもマジでそのめちゃくちゃ目立ちますよね、これ。ですよね。なんでまたこのまあまあそのそっちっぽい感じのこの仕様になって、うんうん、なんかね、こういうアーミー的なの好きでね、こういう風になったんですけどね。これに乗ってたらめっちゃ怖いですよね。そんなことないですよ。で、会長めっちゃ怖いですよね。姫路で有名なんじゃない。そうですね。みんな気軽にお声掛けしてもらったら。ナックルズ TV。 ちょっとややこしいとこもあるけど、こういうおしゃれなとこもちょっとね。おしゃれなとこ、ね、これは星ですか。星です。そう、なんかおしゃれ、キラキラ、キラキラ顔からおしゃれ。めちゃいじられてるじゃないですか。でも高級感あふれるベンツのテール。あー、そうなんだ。ベンツです。急に、ベンツです。すごいな。ゲレンデの、あ、ゲレンデ、しかも、うん、四角いやつです、ね、そう、これも黒にブラックに塗ってますから。あ、やっぱここも合わせてる。これはでもだから改造費は相当かかってんじゃないですか。そうですね。急に入れ口になった。いくらぐらい。それはシークレットでお願いします。相当ですね。で、こっちに回ってくる。はい、これなんですか。これは鉄パイプ。怖い。あの昔の街道レーサーを彷彿とされる。そうですね。竹やっていうか、はい、そうです。ナックルズ TV。 色はこれ全く一緒ですか。マットの緑って。マットの緑ですね。これがいわゆるゼロ戦の色ってこと。これ全く同じ色ですよ、ゼロ戦の。そうなんですか。そうですね、うん。うわ、私見つけちゃいました。何を、中見ちゃって。いや、何にもしてないから。もうなんか鞘、鞘刀らしきものが。刀ですよね、あれ。そうです、あの巻いてあったんやけど取れたんです。あ、そうだったんですか。うん、でもなんかこれはこれでいい。いいでしょ。いい。ちょっと面白かったら、あの一回乗ってみていただけると。あ、はい、じゃあ、あのすいません、もし YouTube 見た人が姫路遊びに行った時に車を見たら、
声かけるかもしれないんですけど、はい、あのそういう方に向かってなんかちょっとコメントいただければ、みんな一見優しいんで気軽に声かけてもらったら大丈夫なんでお願いします。わかりました。ちょっと見た目怖いですけど、ね、大丈夫ですね。大丈夫です。はい。実は優しい。実は優しいと。わかりました。姫路の0戦号でした。はい。ありがとうございます。